こちらはアーノルド。今日はセンチネントル島のほとりで釣り替でも決して上陸してはいけないよ。アーノルドおめでとう。君は今世界で最もワイルドで最も敵対的な部族の手の中にある。彼らは外部の人間を好まない。きっと君を食べるんだろう。 君の皮膚からは8つのドラム血管からは5つの弓君の空っぽの頭蓋骨からは大きなマグカップを作ることができる君の髪の毛はぞくの飾りになるだろうアーノルドどこへ行くんだエイリアンが本当に存在するとは思わなかった彼らは君の体で何かをするつもりだ君の体は水が70%有機物が24%無機物が6%で構成されているキュウリは水分が85から90%だから 技術的には君は非常に感情的なキュウリだ6%の無機物の元素からたくさんの役立つものが作られる君の体の中にある鉄は6センチの釘を作ることができるそれからヘッドホンを作るのに十分な銅もあるもちろん生きてる間だけど君の内臓をほとんど取り除いても生き続けることはできる人体は壊れやすいように見えるけど胃脾臓肝臓の75% 腸の80%腎臓肺骨盤にあるほとんどのすべての臓器鼠径部はなくても生きられるもちろんキュウリみたいになることはないけど死ぬことはないさあ無料のヘッドホンもある品質はやばいけどでもこれはすべて役に立たない君の体には炭素水素ナトリウム酸素が含まれているこの化学元素はダイナマイトに使われる 人体の潜在的な爆発力は1 7 5ムの TNT と同じだ爆発の強さはその人が塩辛い食べ物をどれだけ好きだったかに比例する君が食べたブリトーにはとても賢い幼虫の卵がたくさんついていたんだアーノルド見てごらん彼らは君の中に大都市を作り上げたんだ動物園もあるなんて動物園に行ってみよう 今日は月曜日だから半額で入れるよ。なんてこったここは病原性ウイルスとバクテリアの動物園だこれは本当に素晴らしいスペイン風邪ペストエボラ結核豚インフル鳥インフルエンザ腸チフス天然痘珍しい病原体が全て一か所に集まっているよほら私のお気に入りもいる。 ほとんど研究されていないボルナウイルスだ馬の病気としても知られてるんだ主に馬辻牛ウサギなどの動物に影響を及ぼすんだもし私が君だったら絶対に指なんて入れないけどね感染すると統合失調症を引き起こすことがあるんだアーノルド残念だけど君のお腹が痛いのは寄生虫のせいだ見てごらん君の腸に高速道路を作り君の膀胱にウォーターパークを作ってる もし彼らが君の脳にデータセンターを作ったら君は死んでしまうだろう君の頭はとっても小さいからねできるだけ早く彼らを追い出す方法を見つけるんだ早ければ早いほどいいこのパンドラの動物園の檻をを全て開けたら寄生虫を全部追い出すことができるかもしれない人の脳は栄養を送るともっと働くようになる。 そのためにはもっと血液の循環を良くすればいいアドレナリンを注射すれば心拍数は倍分220まで上昇するコーヒーを40杯飲めば350まで上がるでは十分栄養を与えた結果を見てみよううん。では心拍数を1秒間に30万回まで引き上げてみたらどうなるだろうか この時の血液の速度はなんと音速の20倍だ。もちろん、すべての臓器と血管はすぐに破裂する。君の心臓は二度と動くことはできないだろう。それじゃあ、サイボーグにしよう。心臓はモーターで動かして、血液はもっと粘り気のあるものに変える。今回はすべてが違う。君はスーパーマンになったんだ。体内の活動は通常の数千倍まで加速したんだ。<laughs> 君は人生で一番生産的な時間を送れるようになる会社を作ればグーグルよりも成功できるしアインシュタインの重力の理論をさらに加速させて人類の歴史を100年以上進めることができるかもしれない、うん、ところが新陳代謝が加速しているせいでいつもトイレに駆け込まなければいけなくなる彼に一体何が起こったのだろうか、うんうん、もし一度でも歯を磨いていれば 数週間、ほったらかしの海洋に気が付いただろうこれは非常に危険なシグナルでこれは実はガンだ非常に病弱な体でも毎日数百万個の細胞が生まれているそれで時々バグが起こる変異体が生まれるんだこの細胞は他の細胞とは違っているができるだけそれを隠そうとするもし君の体が健康なら免疫システムが簡単にこの細胞を見つけ出すことができるしかし君の体がずっと回復しているようなら ガンと戦うエネルギーは残っていないアーノルドこの子が欲しいかい簡単だ君の両親がガンなら君もガンになる可能性が10%あるどうだい放射能によってもこの変異体が生まれる可能性がある例えば防護服なしでチェルノブイリ原子力発電所へ行ったり国際宇宙ステーションに1000日間住むことだあるいは1日にタバコを6箱吸うか10年間2キロの食い生肉を食べ続けてもいい この細胞が巨大ながん性の腫瘍に変わるのはあっという間だほら食べ物が横取りされて胃まで届いていない変異した細胞は血管内に入り肝臓肺脳など体全体に広がるさあ毒をまく時だ化学療法ではがんは治らないがんを殺すがその周りにある健康な細胞まで殺してしまうさあここから出るんだ まだかあのゾウど,どれにしようかな赤ちゃんのコブラでさえ3トンのゾウを殺すことができる胃の中に空気はないがヘビは水に潜る時に最大10時間まで息を止めることができる胃は1.5時間から2時間でヘビを消化する鳥と同じようにね残ったものは全て肛門に送られるああ見ろ毒だ 君の血液と触れなければ危険なことはない。なんてこった。海洋や切り傷から血管に入ると、毒の効果はすぐに現れる。麻痺、痙攣そして15分後にはもう手遅れだ。もちろん、下毒剤があれば大丈夫。このカエルを置いたのは誰だ猛毒吹きやがえるの毒は、1グラムで町の全ての人を殺すことができる。小さな動物がこのカエルの足跡を踏んだだけでも、すぐに死んでしまう。 ほんの少し毒が君の肌に触れただけでも君は死んでしまうこのカエルは胃に入って30秒で死ぬが君は10分間苦しみながら死ぬことになるおやおやアーノルドずいぶん楽しんだようだね今頃きっと君の頭の中はこの汚れた部屋と同じようにめちゃくちゃだろうで何も覚えてないのかいそれは残念だな昨日の君は本当にかっこよかったんだよ まあ、君もこれで初めてのアルコール中毒を経験したわけだ。おめでとう。アルコール中毒になるとね、嫌なことがたくさんあるんだよ。どうだい仲良くしてみたら <laughs> まあ、そうだよな。でもこれがみんなが通る道ってやつなんだ。それにしても一生の思い出になるようなことだったのに、本当に覚えてないのかいあんなにすごい経験だったのにもったいないな。アルコール中毒っていうのは、 体に悪いいだだけじゃないんだよ君の財布にとっても悪いんだ実はね昨日君はひどく酔っ払って店中の人に怒りまくってたんだよ王様みたいだったよあとはその歯のことは覚えてるかいダメ全然酔っ払うとね誰彼構わず喧嘩を売るようになっちゃうんだよまあそれでその報いを受けたってわけだ 救急箱のアスピリンを飲んだら気分が良くなるんじゃないかおやおや。新しいのを買いに行かないといけないね。落ち込むなって、問題は頭の中だけだから、君の救世主はこの水だよ。君は脱水症状なんだ。だから体から失われた水分を補給するだけでいいんだよ。で、なんでお風呂に入るんだい昨日はお酒を飲んだ後、君は全く水を飲まなかったからね。こんなに簡単に二日酔いが治せるんで驚いただろう スピルバーグ監督の最新作、ジョーズの新作が登場。ねえ、救急車でも呼んでるのかいああ、お腹が空いたから美味しいピザが食べたかったのか。でも大切なことを忘れてるよ。二日酔いの息だ。これは肝臓の処理が終わった後で体の中に現れるエタノールが崩壊してできたものだ。この生成物に含まれる酢酸はひどい悪臭だ。 アーノルド残念だけどゆっくり寝ることなんてできないよアルコールを摂取すると小脳の機能が失われてしまうから眠くなくなるんだ目を閉じると空間に関するデータを失ってしまうから小脳は大脳皮質に問題が起きたという信号を送るんだそれでまるでぐるぐる回転してるように感じるんだ 近い将来人間の脳にも埋め込まれるアーノルド鍵を使ってからかうのはやめなさいだから言っただろうバチが当たったんだどうしてイーロンがこんな間抜けを招待したのか理解できないな科学的に言えばニューラリンクはとてもシンプルな装置だ脳内のニューロンからコンピューターに電気信号を送るための電極に過ぎない一方技術的には驚くほど複雑だ 脳が非常に絡み合ったワイヤーの玉になっていてそれを故障させずに慎重に接続しなくてはいけない場合を想像してみるといいーアーノルド急げ駐車料金を払わないとレッカー車が来てしまうぞチ、うん、ンパンジーからすぐに鍵を取り返すんだこのままだと駐車料金のせいで月末までカップラーメンを食べて生活することになる<ー>モンキースーツを着れば何とかなるかも私を信じるんだ お尻の穴の匂いがするけどたった5分の辛抱ださあやってみろ必ずできるおいおいアーノルドをどこに連れてくんだ彼を実験することができるのは私だけだイーロンアーノルドに優しくしてくれだが私は一体誰と話しているんだ私はこの間抜けの頭の中の声に過ぎないアーノルドの脳は霊長類の脳とほぼ同じサイズだからこのチップはぴったりだ ニューラリンクと w i f i のおかげでアーノルドは思考の力でデバイスの持ち主とコミュニケーションができるようになったインターネットの速度が大幅に向上していることも後押ししているアーノルド集中するんだ君ならできるインターネットから猿の手話をダウンロードするんだ今日は辛いものだけを食べることにしたんだな。 大好きなスーパーヒーローのブレイジングサーファーになりたいってか。随分きついことやってんな。激辛ペッパー、激辛わさびチップス、KFC のチキン。おいおい、もう少し気をつけた方がいいぞ。辛い食品にはカプサイシンが入っていて、これが味覚の受容体を刺激して、灼熱ような熱さを感じるんだ。 そうすると、アドレナリンが激しく分泌されて、心拍数が上昇して体温が上がるんだ。辛いものばっかり食べると、お腹いっぱいになるのが早くて、エネルギー消費が増えるから、体重を減らすのには持ってこいだな。 だけどな辛いものばっかり食べてると異変を引き起こすんだぞまあ消化不良ってやつだしかもだどんどん辛さの感覚が鈍くなっていくんだアーノルドチャンスだぞ唐辛子早食い競争だブライジングサーファーも来るぞこれが今回の競争相手だメキシコ人これは悪魔だそしてアーノルドだ食べるのは世界で一番辛い唐辛子の キャロライナーリーバーだ。まあ、頑張れよ。辛い食べ物そのものが胃の病気を起こすわけじゃないんだ。原因は生の食品と一緒に体内に侵入してくる有害な細菌だ。感染したばかりの時だったら辛いものを食べれば細菌の蔓延を防ぐことができるんだぞ。だがな、覚えておくんだ。辛いものを食べてなんだか嫌な感じがしたらできるだけ食べる量を減らすんだぞ。笑顔だ、アーノルド。いいか、スパイシーな料理を食べると 幸福ホルモンが出てくるんだぞあとは唐辛子に触ったら絶対に目をこすっちゃダメだ粘膜が焼けてしまうんだぞ水で洗い流そうとはするなよもっとヒリヒリするだけだ、えー、牛乳がいいだろう牛乳とかレモンとかオレンジに含まれるクエン酸がカプサイシンを洗い流してくれるから楽になれるいけ、えー、アドルトお前ならできるほらヒーローだって見てるぞよーし 循環系の圧力を維持するために緊急輸血が必要だベトナム戦争では負傷者の治療にココナッツの点滴を使うこともあったそうだ驚くことにココナッツウォーターは人間の体液とよく似ているんだじゃあ何があるんだコーラいいだろうまずはガスを抜く必要がある飲み物に含まれるガスが血管の中に入ってしまうと文字通り内側から爆発するんだ ココーーラは糖分グルコースが含まれているこれは即効性のあるエネルギー源として本当に最適ですぐに元気になれるんだ聞いたみたいだねコーラが体に入っていっただけど君の外見はちょっとだけ変わったよほら髪の色が変わってしまっただけど子供たちのパーティーでは大歓迎されるよコーラのカフェインがたくさん流れているから3日に1度しか寝なくていいんだ つまり普通の人よりもずっとたくさん時間があるんだそれにプロのアスリートだって実は手っ取り早くエネルギーを補給するためにコーラを飲んでいるのささらに近くのスーパーでいつでも買えるしねおいやめとけこのおバカき違いたった一粒のメントスで君は地対空ミサイルになってしまうんだ えまあ、心配いらないよ。君の一日を台無しにすることはない。コーラはね、軽いうつ病にも効くんだよ。えまあ、正直によ。血の中のコーラは実は致命的なんだ。目、腎臓、神経。心臓がとても苦しむんだ。そう、コーラという選択肢はないようだね。ということで、次回はペプシを試してみよう。さて、トレーニングの成果を見せてもらおう。まるでダメだ。アーノルド。 怒って無茶をするのは怪我のもと君の体の血圧は君の人生で最高に高くなった高血圧になると目の血管にも影響するだんだんと目が見えなくなる普通は一時的なものですぐに治る治らない場合には盲導犬が助けてくれる盲導犬は1年半の訓練を受ける盲導犬の費用は2万ドルだ 犬なんて好きじゃないという場合はポニーはどうだろう盲導犬を訓練するよりも簡単かもしれないしアレルギーのある人やイスラム教徒にとっては都合がいいだろうそうその調子だ目が見えないと普通の人のように楽しむことはできないでは音楽を聴くことはどうだろうか人の耳は85デシベルを超えると 聴力が損なわれるヘッドホンの音量は95デシベルロックコンサートは115デシベルにも達するジェットエンジンの騒音は160デシベルにもなり鼓膜が破裂する180デシベルになるともう大変ださて、君はどこにいると思うここはロケットの発射場だ宇宙に向かってロケットが発射されたあーノルド 君は目が見えないだけでなく、もう耳も聞こえなくなった。視覚障害と聴覚障害の両方を持つ人々は、コミュニケーションのために手話、ローナアルファベット、電磁手袋を使う。手袋には電気回路が入っていて、接続すると電磁の原理に基づいてデータが送信されて、振動から信号を送り、受信して文字に変えることができる。 手袋を使いこなせばトレーニングだって可能だただし女性の個室にいることだけは気がつかないもちろんこれは良くないことだここで視力が戻ったすぐに見えなくなった、えー、アーノルドその体一体何があったんだ <laughs> 早く服を着ろってそんなたるんだ体誰も見たくないから。 シュワルツネッガと比べてどうするんだよ共通点なんて君の名前ぐらいなもんだ悔しかったらちゃんと体を鍛えてごらんよ食事だって変えなきゃいけないんだよえちゃんと考えがあるっておいおいちょっと待ってステロイドかいそれは違法だよそれにとにかくそれは違法だ 筋肉はタンパク質の化合物でできていて小さな傷をつけると23日で回復してさらに強く大きくなるんだステロイドを体内に入れるとあるホルモンに変わって筋肉を回復させる速度が倍になるんだだから同じ時間でも圧倒的に筋肉量が増えるんだでもテストステロンをとりすぎちゃうから体の中は取り返しのつかないことが起こるんだニキビが増えるし 大切な部分が小さくなるしやたら攻撃的になるんだほらほら落ち着けよアーノルドとりあえず体が大きくなったからいいじゃないか君みたいな怠け者にはぴったりの方法だよ何しろステロイドは運動しなくても体を大きくすることができるんだからねまあテストステロンを取りすぎると性欲が高まるんだ でもっと体を鍛えて注目を集めたくなるおいアーノルドちょっといい加減にしろってとりあえずマッチングアプリに写真でもアップしとけよかったじゃないかマッチしたよどうやら君と彼女には共通点がたくさんあるね最初のデートだ気合い入れていけよいいじゃないか彼女に気に入られたみたいだよおはようアーノルド 昨日はお楽しみだったようだねおや何を怖がってるんだああテストステロンはね実は女性にも効くんだ顔にはヒゲが生えるし声だって低くて男っぽいものになるんだよああ急に走ったりしたらダメだ君の心臓は前と違ってかなり弱ってるよだから心臓発作を起こしやすくなってるんだしかもこれだけじゃないんだ テストセロンを止めたって元通りにはならならいんだよブクブク太るし精神的にも不安定になるんだ <laughs> 要するに始める前より君の状態は悪化したってことさ <laughs> 合計800カロリーだもちろんマクドナルドのポテトもねこれには19種類の秘密の成分が含まれているさあ食べるんだ 1>, 1つのパティには約100頭の牛の肉が混ざっているんだよファストフード業界全体だと毎年5000万頭の牛を殺しているんだすっかり平らげたなならソーダを飲むんだ食欲をそそらせるためにわざとここでは無料になってるんだ現在世界中120カ国に3万9000のマクドナルドがあって君の欲望を満たしてくれるだろうイギリスでは ポテトの油を再利用してトラックの燃料に使っているんだ世界の肥満の人の数はこの20年で3倍になったもうやめるんだアーノルドこんな食事続けていたら1ヶ月に10%も体重が増えるぞもしそうだったらアーノルドやめるんだ君は苦型糖尿病でうつ病で 血管は脂肪で詰ままっってしまったよこうなると心臓発作が簡単に起こるんだファストフードは高カロリーでビタミンやミネラルがほとんど取れない私から忠告しておくが今すぐ家で作る食事に変えないと後悔することになるだろうそれでいいさて今日は君の家で一緒に夕食を食べようじゃないか なんて凝ったアーノルドなんてひどいものを作ったんだ小豚の丸焼きとチョコレートキャラメルケーキだとファストフードを食べなければいいって意味じゃないんだいいかい高カロリーの食事をやめて食事の量を制限しろって言ったんだ簡単に言えば。 体重をを増増ややすすすには摂取するカロリーどどんどん増やす必要がある君の怠けた生活と体重ならまずは1日にスニッカーズを6本も食べれば十分だ体重が3 0 0キロになったらこれを14本に増やす2 0 0 0キロになったら1万7,000カロリーになるまで食べて食べて食べまくらなければならない。 体重が2000キロにななった人は誰もいない。体が耐えられない体体の脂肪が体内の臓器と血管を圧迫して息ができなくなる最も強い骨はコンクリートの4倍の硬さがあるが立ち上がろうとするとこれが折れてしまう体が完全に壊れて死ぬまでの時間はわずか数秒間だ脂肪を吸引しようお母さんにブラジャーを借りてくるんだ 体の脂肪が増えると女性ホルモンが勢いよく増える胸が大きくなり声が細くなり <laughs> 君の息子が毎朝太陽に向かって挨拶することもなくなる <laughs> おっとロリータ97は既婚者だったようだ体重 <laughs> を減らす方法は簡単だ。 体の脂肪は豊富だから3年間クローゼットに隠れることができるビタミンと水分を取ればいいこれは仕方がないじゃあなアーノルド、オーストラリアはどうだい動くなこいつはインランドタイパンだこのバカこの蛇は世界一危険な毒蛇だ タイパンの毒の強さはコブラの180倍だたった1滴でネズミ1000匹を殺すことができる人紙で44ミリグラムの毒を注入できこれはアーノルドを100人殺すことができる走っても無駄だタイパンは他のヘビのようにカンダーと離れることはない獲物を仕留めるまで超高速で精密な攻撃を続ける 長さ13ミリの牙から強力な血液毒を血液内に注入して血が固まるのを防ぐこれにより内出血が起こる君は体をコントロールできなくなる手足が動かなくなり呼吸ができなくなり痙攣が始まるアーノルド心配するなそれは血じゃないそれはおしっこだ君の筋肉細胞が溶けて腎臓を通って流れるだからおしっこが赤くなるんだ 30分以内に結成を打たないと次の8時間君の役立たずな人生を早く終わらせたいと祈るほど地獄の苦しみが訪れる <music> 最初のシミュレーションはこれで終わりだ <music> ちょっと吸い込んでよし今 2.5g の水銀を吸い込んだんだ。 こんなふうに蒸発した水銀を吸い込むとちょうど水銀の体温計2つを飲み込んだのと同じ量になるまた小さい部屋に25万個の体温計を敷き詰めて壊していけばおよそ1時間でこれと同じ量を吸い込むことになるこのバカこれも水銀だ もしコップ一杯の水銀を飲んだら胃がムカムカして下痢がひどくなるだろうもし水銀が細かくなっていれば君は痛みに苦しみながら死ぬことになる消化されると小さな液体から危険な火洋炎が生成される君の体温は40度に上昇し震えが始まり胸と胃が痛みで引き裂かれるさらに異常な量の唾液嘔吐下痢がこれに加わる もしからすぐに吸引しなければ死ぬまでの10日から30日間耐え難い苦しみに襲われることになるだろうこれで2つ目のシミュレート。ウイルスが侵入しようとしている動くなアーノルド<ー>なんてことだ成功だ今君がいるのは爆発数分前のチェルノブイリ原子力発電所だアーノルド カメラで爆発の瞬間を撮影してくれそれを YouTube に投稿すれば最低でも2000万再生はいくだろうなんだよバッテリーが切れたのか充電してこいそれヨーロッパのコンセントだからそのままだと入らないってああ無理やり突っ込んだ全部君の仕業だったのかもうどうにもならない とにかかくくそこから早く逃げるんだグローブボックスにモバイルアッテリーがあるからそれを車につけろ充電に60秒かかるのか防護服をつけろ自分が放射能の中にいるかどうかなんて目には見えないでももうそこら中放射能だらけだなんかそれ違うなへ<ー>誰かのバッグを間違えて持ってきちゃったのか放射能が500レントゲンを超えると 髪の毛と爪が抜け落ちて皮膚が赤くなって病気が一気に悪化するんだでも大丈夫だすぐに気絶しちゃうから32ああもう気絶しちゃったそのあたりの放射線レベルが1時間あたり2万レントゲンだからね急がないとこの車も壊れちゃうよバッテリーも十分だ 2020年へ GO すごい旅だっただろう病院で内臓検査してもらった方がいいよアーノルド今君すごく間の悪いところにいるよまあ防具服が見つかってよかったね <laughs> ふーん。